藤枝市立岡部中学校の3年生に贈られたのは、勝利に導く縁起物として徳川家康にも献上された朝比奈ちまきです。朝比奈ちまきは椿の木を燃やして取れるアクを使っていて、日持ちと腹持ちがいいのが特徴。江戸時代には京都の御所ちまきと並ぶ二大献上ちまきとして全国に知られていたと伝わり、生徒たちは紙芝居でその歴史を学びました。コロナ対策で贈呈式はリモートで行われ、ちまきを受け取った生徒たちは来る試験に向けて気持ちを新たにしていました。自分の夢に向かって頑張れるように受験勉強を努力します。自分のためだけじゃなくて、いろいろな地域の方にも支えてもらって受験に合格するぞという気持ちで受験に挑みたいと思います。